平塚城は、武蔵国に豊島郡にあった、日本の城。別名は、豊島城。平塚明神並び別登場漢字演技絵巻によれば、豊島郡の軍画があった場所に、平安時代に、豊島近義が築城したと伝えられる。午後3年の役の記路に、源義家、義光、義工の兄弟がこの館に登留し、 手厚いもてなしに感謝した吉家は鎧一両と十一面観音像を貸しした。後に、この鎧お城の守り本尊として埋めて塚を築いた。これを鎧塚という。また、この塚が高くなく、平たかったことから、平塚の地名が生まれた、ともされている。平塚神社は、豊島氏が吉家、義公、吉光の徳を慕って三人の宿泊の地に社を営み、 映像を奉仕したことが起源とされており、このことから社は昔、平塚三所大名人と呼ばれていた。甲中の歌詞は単なる伝説であるが、隣接地からは、当時の欧州に通ずる道の跡が発見されており、そのため近年では、三人の宿泊自体は十分にあり得たのではないかとも考えられている。なお、官務兵士所流系図には、都島清春の弟として、 平塚入道、後年の、豊島明治の書き立てには、平塚文語の名が記載されているが、これらの人物と平塚城との関係は明らかではない。室町時代中期頃に、豊島氏は、石寺以上を築いて、本拠都市、練馬城、平塚城はその市場となった。なお、近年までは、室町時代の文明年間頃の城主は、豊島氏当主。 安常の弟の大名とするのが通説であったが、現在は研究者の間でも不明とされている。文明8年、安常、大名兄弟は長岡毛春に呼応して、関東関領上杉市に反旗を翻し、釈寺城及び練馬城で拒兵した。文明9年4月13日、江戸城主、大田道館は、 大名の立てこもる練馬場に矢を打ち込み、近辺に放火して引き上げた。これを見た大名は、安常に連絡を取り全軍で出撃し、道館の後を追った。さらにその知らせを受けた道館も引き返し、豊島方を迎え撃ったため、両軍はエゴタバラで合戦となった。結果として、豊島方は大名が打ち死にするなど惨敗を喫し、生き残った安常と他の兵は、 釈字以上に向けて配送した。その後、14日に同館は、釈字以上近くのあたご山二陣を張り釈字以上と退治、18日になってからは一旦和平交渉が結ばれた。しかし、豊島市側が条件であった、城の破却を実行しなかったことから、21日に同館は攻撃を再開、外城を攻め落としたため、安常は、 同日夜に城を捨て逃亡した。翌文明10年1月に安常は平塚城で再挙するが、同月25日に再び同館が攻撃に向かったため、またしても戦わずして逃亡、以後は行方不明となった。これにより豊島資本州家は滅亡、平塚城もその後使用されることなく廃城となった。江戸時代に入って、将軍、徳川家光の頃に、 神社は、ハリー、山川城間定久によって再興され、家光から治療50国の寄進を受けた。平塚城の所在地は、江戸時代の地市、新編武蔵府江戸機構でも、今その所在地で必ずされており、平塚神社周辺の大地と推定されていたものの、長く不明となっていた。しかし、近年周辺における発掘調査で城に関連する、遺構が多数発見され始め、 その実態は、次第に明らかとなりつつある。まず、神社より本郷通りを隔てた、南西側向かいからは、14世紀代のものと思われる、幅20メートル以上の切り岸、計8メートルの井戸、道路上以降、土間上以降、区画庫、炸裂の跡や母校群などが発見され、多数の人骨、馬骨、24点の板尾、法京院島、五輪島、瀬戸闇の、 常滑などと浮き類、河原家、仙家、和京、鉄製業用靴輪などが出土した。さらに、平塚神社より西北400メートルにある七社神社から、本郷通り越えた南側地点では切り岸、かがり火の跡などが確認され、神社北側からは、縦堀と2軒2軒の青いろやの跡も、検出された。 北東の大地延辺にも縦堀が構築されており、東は昨日全面に板張りのテラスを設けた後、崖線に沿っては犬走り状の平場が見つかり、縦堀はこの犬走りと連結して出入り口の役割を果たしていたものと推測された。平塚神社には、元禄5年に作成された神社とこれを回帰した、豊島市の歴史を描く絵巻が残され帰宅、指定有形文化財に指定されている。 平塚神社の場所は JR 京浜東北線上な里駅の南側第一条。駅から蝉坂を登って50メートルほどの右側に神社に通じる階段がある。平塚神社付近にはかつて角屋倉、外林橋などの商名があったとされ、また神社東側にある蝉坂の名は道館が攻め上った攻め坂から点火したものとも言われている。その他、 二丁ばかり東、または、現在の農林水産政策研究所内には、勝坂と呼ばれる坂があって、地元では、道館は蝉坂から攻め上って、勝坂より外旋したと伝えられていたという。近年、これまでの通説の一部が、資料の再検討により否定され始めている。以前の通説は、大田道館城と鎌倉大蔵氏の記述を合わせて作られていたが、 大蔵氏の豊島氏関連記事は、後年、同館場を下敷きに、作者本人の解釈や想像、伝え聞きなどを付け加えて書いたものであり、信用性に欠けるとして、歯科が採用しなくなったためである。以前の通説は、大田同館場の自江戸内で、豊島平門城要外、松室八入近辺霊放家と、鎌倉大蔵氏の江戸より内でで、豊島平門城が、 平塚の城を取り巻き替を放火という記事を合わせたものとなっていたが、現在同説を取っている研究者はほとんどいない。主な理由は以下の通りである。1、大田道館城では道館が最初に攻めた城については平門城要街となっているだけで、これが平塚城であるとはどこにも記されていない。2、平門城の城は、 同官が、釈字方向から自軍を追ってきたと島方に対して、馬を返してエゴタバラで迎え撃った、との記述が出てくることを考えれば、釈字以上と同方向にある、練馬城とすべきである。三帝の平衛門城は、エゴタバラで戦死しているが、平塚城から出撃したとの記述がないにもかかわらず、戦闘に加わっている点を見ても、平衛門城と重兵は、 練馬城より出兵したと見るのが自然である。平塚城近くにある豊島まゆかりの寺、清光寺には、同時期、荒廃していたとの自伝が残されていることからも、豊島一族はその頃すでに拠点の中心を西方に移していたと考えるべきである。五、同館城には、翌文明十年一月に、影湯佐右門の城が、平塚と申すところに、大城こしらえと記されており、 前年の段階ではまだ、平塚城は戦闘用の城郭ではなかった、と考えられる。道館が最初に、平塚城を攻めているのならば、翌年になって、平塚と申すところという、あたかも、初めて名前を出すかのような表現をするのは、不自然である。道館が、エゴ多元合戦後、ネ馬マ城を無視して、石寺城の攻撃に向かったことについても、ネ馬マ城主、平衛門城が、 エゴタバラで戦死し、豊島方は、練馬城の兵も含めてすべて石神井城へ逃げ込んだため、と考えれば説明がつく。時間、距離、方向の点で前半と後半の記述が整合しない。道館が最初に攻めた城が平塚城であれば、石神井城からの救援が到着するまでに道館は、江戸城に戻ってしまっているはずである。道館が平塚城から、 V 字型に進軍するというのも不自然。以前の通説では、蒸気前者のようになっていたが、現在はこれも研究者によって否定されている。主な理由は、以下の通りである。1、同感上には、安常をあだちまで追いかけたが、はるか遠くへ逃げ去ってしまったので、諦めて、その晩へ土壌に戻った。翌朝、川崎のマリコニ陣を張りマリコ城を攻撃したところ、敵は、 小机城に逃げてしまったので、そのまま追いかけ陣を張ったとなっているだけで、マリコ城からさらに小机城に逃げ込んだのが、豊島市である、とは、どこにも記されていない。二足立から、遥か北へ逃亡した安常が、翌朝川崎に現れるはずがない。三安常が、同館と同米関係にあるキラシの領地、瀬田谷付近を通り抜けて、マリコ城に向かうことは、不可能である。 足立の北側からマリコまでは直線距離で約30キロ。足立の遥か北まで逃亡した後敵地,地を避けて迂回し、マリコまで向かうとなれば、その移動距離は40から50キロとなる。また、道館は追跡を断念して、夜に江戸城に戻り、翌朝マリコに向かっているのであるから、マリコ城にこもっていたのが豊島市だとすれば、豊島方は、 一晩にうちに40から50キロの距離を移動し、同館もその逃亡先を明け方までに突き止めたということになる。理論上これは完全に不可能である。ありがとうございます。